影山道夫は日本のプロレスラー。2009年7月18日、デップカリア市産業振興センターアヨイホール大会の対長井三也戦でデビュー。2010年6月25日、スポルティーバエンターテイメントで開催された若手選手によるリング戦、若シャチリーグ戦で優勝。2011年5月26日、プロレスリングノア。 カリヤ市総合文化センター小ホール大会に参戦。2012年2月5日、海援隊ジョイマイッケガスホール大会に参戦。7月16日、デブで空位だったデプタッグ王座の新王者を決める、ワンデートーナメント戦が行われて、高井健吾と共に、第5代デプタッグ王者になる。2013年5月26日、WNC 中スポーツセンター大会に参戦。 12月27日、スポルティーバエンターテイメントで開催された名古屋最強、決定トーナメント戦、ドエリャツエガヤで優勝。12月28日、プロレスリングヒート、アップペースメントモンスター大会に参戦。2014年1月、デップを退団。3月24日、左膝前十字人体再建手術のため、欠場することを発表。4月25日、 プロレスリングチームでラに入団。2015年2月、怪我から復帰したことにより、所属していた欠場プロレスを退団。2016年12月14日、全日本プロレス、豊橋総合体育館、第2競技場大会に参戦。2018年4月15日、新宿フェースで行われた、ガッツワールド解散工業でのミスター、ガンノスケ引退試合において、 ガンノスケのパートナーを務め藤波達治広ロ斎藤と対戦した。ありがとうございます。